えー、作太郎役の柿原哲也です、えー。大変お疲れ様でございました。えー、そう、クリアね。とりあえず、えー、皆さん、し、え、た、ー、ということなので、えー、本当にあのー、この怖い怖いシナリオを、よくぞ、よくぞ、一人で、えー、 あの暗い部屋でヘッドフォンを、えー、しながらクリアしたなと耐えられたなと思います怖くて怖くてえあのシナリオを読みながらもこれ多分プレイされてる方々はあのー、一人やると聞怖いんだろうなと思いながらもなおかつですねお芝居でできればもっとその怖さを、えー、表現できればなと思って、えー、全力で 今回、作太郎、えー、再び演じることをすごい喜びとしながら、えー、演じさせていただきました。えー、コープスパーティー本当に自分自身もあの大変ファンなので、えー、ぜひですね、この作品、えー、次へ次へとまた繋げるようにですね、えー、皆さん何回も何回もこれをプレイして、えー、次回作なんかね、えー、できればね、絵が動いちゃったりなんかしたりとかね、 そういうのをぜひあの目標にして我々も頑張っていきたいなと思いますので今後ともコープスパーティーを、えー、よろしくお願いしたいなと思いますそれでは皆さんまた会う日までお疲れ様でした